ダーレクの勝利は、イギリスの SF ドラマ、ドクター、風の第5シリーズ第3話。マーク・ゲーティスが脚本を、アンドリューガンが監督を担当し、2010年4月17日に BBC1 で初めて放送された。本作では11代目ドクターと彼のコンパニオンの、エイミー・ポンドが、ロンドン大空襲の時期のロンドンを訪れる。当時のイギリス首相、ウィンストン・チャーチルは、 ブレイスウェル教授が開発した新型兵器、アイアンサイドを刺激し、ドイツ国に対して戦果を上げようとしていた。しかしアイアンサイドの正体は、ドクターの宿敵ダーレクであり、彼らはアンドロイドである、ブレイスウェルの中に仕込んだ装置を起動して、地球を破壊する計画を企てていた。人気の高いダーレクを第5シリーズに組み込むことを願って、制作指式スティーブン・モファットは、 チャーチルとダーレクについてのエピソードを執筆するよう指示を出した。本作ではそれまでのダーレクよりも色彩に富んで大型であるようにゲーティスがデザインした新たなるパラダイムが初登場を果たした。ダーレクの勝利は BBC1 と BBCHD で820万人の視聴者を獲得し放送日の夜で2番目に多く視聴された番組となった。 批評家の反応は複雑であった。マクニースとパターソンの演技は賞賛を受けたが、ペースが早すぎるため二部作に分けた方が良かったと感じる批評家もいた。これまでのダーレクの物語をほのめかす描写が参見された。ザ・パワー・オブ・ザ・ダーレクスでは蘇ったダーレクが IAM ・ユア・サーバントと宣言しており、本作で使用されたフレーズ IAM ・ユア・ソルジャーに 類似している。また、ドクターもダーレックのザ・ファイナル・エンドを目にすることを渇望しており、これはザ・エビル・オブ・ザ・ダーレックスからの直接の引用である。当該エピソードでは、ダーレックが最終的に滅びを迎えることへの期待を二代目ドクターが表明していた。ドクターは、ダーレクについてエイミーと話をする際にダーレクの以前の地球進行に言及し、エイミーがその出来事を覚えていないことに、 違和感を抱いた。エピソードの終盤では、ターディスが停泊していた背後に時空間の裂け目が確認された。この裂け目は、エイミーの幼少期に、彼女の寝室で初めて出現したもので、第5シリーズで繰り返し登場するテーマである。本作から庭後の肉体と石では、エイミーがダーレクを覚えていなかった原因が、物体が存在して過去までをも抹消してしまう。 叫めの力であると判明した。調査のためゲイティスはチャーチル博物館を訪れた。エピソードの撮影には部屋を複製したセットが使用された。制作葬式のスティーブン・モファットは子供たちの間で人気が高くすでにレギュラーにもなっているダーレクの再登場を望んだ。2010年3月にはモファットを含む制作チームがダーレクの再デザインを検討していると彼が主張した。 本作の脚本家マーク・ゲーティスは、チャーチル対ダーレクのエピソードを執筆するよう、モファットから指示を受けた。この前提で何をすればよいかゲーティスは、当初確信がなかったが、あと彼の思うところの戦争映像や、自分オリジナルのダーレクの物語を作れることに、興奮した。調査のために彼は、現実のチャーチル博物館を訪れて、戦争の目撃談や日記にも目を通した。 ゲーティスは1966年のザ・パワー・オブ・ザ・ダーレクスにインスパイアされたが、この作品はフィルムが紛失したためゲーティス自身が視聴したことはなかった。当該作では、ダーレクはより狡猾で寡黙な存在として描かれ、命令を叫んでいるだけの時よりも恐ろしいとゲーティスは論評した。ゲーティスが本作の最初の草案を執筆した時、まだマット・スミスは ドクター役にキャスティングされていなかった。ゲイティスは、どのドクターにも当てはまる、要初期草案を執筆したが、モファットはこの草案のドクターが三代目ドクターの、ようだとコメントした。スミスがキャスティングされると、ゲイティスは、テレビシリーズ、パーティーアニマルズや、その他、スミスの出演していた作品を何でも視聴した。ゲイティスはこれらの作品を問いおいて、スミスの喋り方を落とし込み、 彼のエネルギーと言い回しをテストした。ダーレク以外のすべてを破壊するという使命は非常にナチス的なコンセプトであり、ゲーティスはダーレクが第二次世界大戦に関わっていると指摘した。事実、ダーレクを創作したテリーネーションは第二次世界大戦期に育ち、ナチスをベースにしてダーレクを作り上げた。また、ドクターとチャーチルの両名が非常に知的であり、かつ、 互いを古くから知っていたことから、スミスは、両者がパラレルな関係にあると指摘した。最終カットで削除されたシーンでは、二人が、どれほど長く互いのことを知っていたかが説明されていた。ゲーティスは、チャーチルの有名な格言キープバグリングオンを台本に取り入れ、このフレーズを入れられて嬉しいとコメントした。チャーチル役を演じたイアン・マクニースは、以前に八代目ドクターの登場する。 ビッグフィニッシュプロダクションズのオーディオイモータルビーラブドで悪役ゼウスを演じていた。新たなデザインのダーレクの一体。この個体は永遠のダーレクと呼ばれる個体である。ゲーティスはダーレクの再デザインのため台本においてダーレクはこれまでに見てきたものより大型であると綴った。目の部分はスミスの視線に合うようデザインされた。 モファットとゲーティスは新しいダーレクが1960年代の映画ドクター封印怪人ダーレクの惑星のように非常にカラフルであれば良いと考えた。ゲーティスはもともと緑色のダーレクにするつもりであったが緑色では生えないと考えた。ダーレクの声を担当するニコラス・ブリックズは新生ダーレクの明るい色に対してより悪意のある声を当てようと計画した。モファットは 戦闘機スピットファイアが宇宙を飛んでいるがが欲しいと考え、第二次世界大戦のスピットファイアのレプリカがグリーンスクリーンの前に置かれて、当該シーンのライブアクションパートの撮影に使用された。残りの部分は CG で対応された。当該シークエンスでは、ブロードソード2、ダニーボーイというフレーズが登場し、これは映画、わしの要塞に登場した同様のセリフを反映している。 ゲーティス本人は、スピットファイアのパイロットの声として、仮名を出演した。一つはクリアなバージョンの声、もう一つは、口の前に手を当てて出した声である。2010年4月のインタビューによると、キャスティングディレクターのアンディ・プライヤーなどから、パイロットの声を演じたがっていると何度も思われる。うちに、ゲーティスはそれを否定した上で、そう望むなら、出演すると承諾のメールを送ったという。 ダーレクの勝利は、イギリスでは2010年4月17日に BBC1 で初放送された。当夜の視聴者数の速報値は、BBC1 で620万人、BBCHD の最ル放送で23万1000人で、その日で2番目に視聴者の多かった番組となった。最終的な合計値は、BBC1 で792万人。 BBCHD で38万1000人、トータルで820万人に達した。これにより本作は4月18日で終わる。その週において、BBC1 では4番目に、イギリス国内のすべてのチャンネルでは11番目に多く、視聴された番組となった。なお、放送当日で、最も視聴者数を稼いだ番組は1187万人を、 記録したブリテンズ・ゴッド・タレントであった。アプリシエーション・インデックスは84で、前々回、11番目の時間と前回、眼下の獣から、わずかに下がることとなった。日本では2015年6月11日にアクスン・ミステリーで、初放送された。ダーレクの勝利は、複雑なレビューを受けた。ガーディアン氏のダニエル・マーティンは、肯定的なレビューをしており、 彼は本作について、ゲーティスが、ドクターフーのために書いたものの中では最高だと評価し、ダーレクを想定よりも、高圧的でない人造の戦争兵器とする、ゲーティスによるアイデアの探求を称賛した。また、彼は、マクニースとパターソンの演技、ドクターとエイミーの間のストーリーラインの掘り下げにも、好意的であり、ダーレクの脅威を、肯定的に、第1シリーズになぞらえた。 ラジオタイムズのパトリック・マルケーンは本作について完全勝利だともてはやし、ゲイティスがブレイスウェル教授というキャラクターを生み出したことを称賛し、ゲイティスがいかにブレイスウェルをスター・トレックのデータのような感情に訴えるロボットに変えたかについて好意的にコメントした。また彼はゲイティスがビル・パターソンに彼の地位にふさわしい登場人物を与えたと指摘した。 SFX のジョーダン・ファーレイはダーレクの勝利に星5つのうち3.5を与え、彼は本作がやや不完全だったとも指摘したものの、再デザインされたダーレクが等しく威圧的であること、エピソードが愉快極まりないことを称賛した。しかし彼は本作のペースが早すぎると感じ、本作が二部作であればもっと成功を収めただろうかと推論した。また、 彼は本作に引用できるセリフが欠けていたことと、ドクターの遊び心に富んだ冗談と、奇抜な作法がなかったことを残念に感じた。イグンのマット・ウェールズはさらに肯定的でなく、本作を10段階評価でごと評価した。彼は本作について、第二次世界大戦期のセットを称賛したものの、本当の物語の肉を提供する試みではなく、 シリーズの長きにわたる悪役をリブートするための大いに必要であるとはいえ薄っぺらい言い訳であると評価した。トータルサイファイオンラインのブライアン・ジェイ・ロブはマクニースの演じたチャーチルを称賛したが、彼のセリフの中には大げさなものもあるとし、その原因を脚本がモファットに改ざんされたせいであると考えた。ファーレイと同様に彼はエピソードのペースが速いとし、鈍作ならもっと 成功しただろうとコメントした。また、ロブはスミスの演技にも批判的であり、ドクターが起こっているシーンを否定的にシルベスター・マッコイのものになぞらえた。彼はダーレクの新しいデザインにも否定的であった。本作に対する彼の評価は最終的に10段階で7であった。2010年6月7日にダーレクの勝利は11番目の時間や、 眼下の獣と共にリージョン2の DVD 及びブルーレイディスクで発売された。その後は2010年11月8日に完全版第5シリーズ DVD セットの一部として再発売された。日本語版 DVD は2014年10月3日にドクター風ニュージェネレーション DVD ボックス1に同梱されて発売された。2011年5月には 学校リテラシープログラムの一環として、ピーター・ゲティエレスが本作を、ホトノベライズし、ピアソン・エデュケーションが出版した。ありがとうございます。